それではお呼びいたします。まずは吉田拓郎選手、そして茅原優希選手。茅原優希選手もどうぞお越しください。はい、ありがとうございます。まずは桐生のボートレースメモリアに出場いたしますこのお二方にピース姫から激励の花束とそして記念品が贈られます。はい、ピース姫よろしくお願いいたします。はい、頑張れよという激励の声も飛びました。オリジナル T シャツの記念品もございます。ではお二人にお話をお聞きいたしますけれども、お二方はでは マイクをお取りいただくように、はい、花束と記念品の方を持ったままでいいですか。置かれても構いませんが、はい、はい、それではね、お二人にお話をお聞きしたいと思います。茅原選手、まず髪型を見て皆さんがぎょっとされてかっこいいぞという声が飛んでますが髪型どうしたんかと言われてますが、後でまたじっくり。吉田選手から見ていかがですか、茅原選手のニューバージョン。あ、負けてますね。負けてますか。吉田選手はいつものスタイルで、はい、これにはできないです、はい、これにはできないですか、はい、なかなかインパクトがありますけれどもね、はい、本日初日を迎えました天領杯ですが、まずは今節のお話ですけれども、今回はお盆レースといっても広島からかなりキャラクターの濃い先輩方が乗り込んできてますが、いかがですか。今節は前傾乗った感じではどうでしたか、吉田選手は。あ、はい、まあ、たんまりはしっかりしてるなって感じで、はいはい、今日ももう乗ってみられたんですか。はい、そうですね、はい、ではこのまままたこの暑さに耐えうるように調整してと。そうですね、はい、はい、そして茅原選手は直接話しかけておられる方もおられますが、はい、茅原選手は前傾乗った感じ、そして今日もう乗ってみられましたか。ああ、僕ですか。はい、あ、僕はまだ乗ってないです。まだ乗ってない、はい、乗ってない、はい、あの前傾日は、ま、回ってないけれど、じっくり初日に乗ってから合わせるとおっしゃってましたが、はい、まだこれから。これからです、はい、はい、この暑い季節の調整はどうなんですか、茅原選手。いや、まあ、なんか毎節もらう中身違うんで、はいはい、大体でやってます、はい、その節その節に合わせてと、はいはい、吉田選手は夏場はどうですか、得意な方ですか。はい、はい、その間なんですが、今年はまだもうちょっと得意なバージョンがアップしてきてないですか。はい、手探りで、はい、手探りで、はい、この後がボートレースメモリアルということになるんですが、吉田選手は2年ぶり4回目ということになるわけですが、このボートレースメモリアルというのはどんな大会ですか、ご自身にとって。まあ、そうですね、小島から推薦していただいた大会なので、はい、自分だけではなく岡山支部小島競艇場を背負って、はい、走らないといけないので力入ります、はいはい、他のご自身で勝ち取る出場資格を勝ち取る SG もですが、これは送り出していただく、まさにここにいらっしゃるファンの方に、そして小島の関係者の方に送り出される大会とと思います。そういう位置づけになるわけですね、はい、茅原選手はいかがですか。茅原選手は2年連続3回目、同感、はい、同感です、はい、やはりその部分は地元の熱い期待を感じながら走るということになってきますかね、お二人とも。はい、はい、どっちに話しかけられてるか分かんないから一瞬間、はい、ではですね、質問の時には名前呼びますね、はい、今年の夏は特にスポーツ盛り上がっていますが、吉田選手はオリンピックも高校野球もありますが、何に感動されたり印象強かったりしましたか。ない。いやいやいや、ありすぎ、平泳ぎ良かったですね。平泳ぎ良かった、はいはい、ね、女性の金メダリストの方は広島県出身なんですが、はい、私の田舎の町、田舎のね、隣町なんですが、それだけでやっぱり地元意識ってすごい湧くんですけれども、はい、それだけにまたメモリアルにつなげますけれども、地元のファンの方は後押しが大きいかと思いますが、茅原選手はスポーツ好きでいらっしゃいますが、何か思い出に残ったスポーツシーンはありますか、この夏。僕はウェイトリフティングの三宅さん、はいはい、が、まあ、銅メダル取った時の、はい、まあ、最後の上げる瞬間はもう、はい、なんか別に特になんかこうこれといってというか、はい、まあ、とにかく感動したというか、はい、もうただただ感動しました、はい、ちっちゃな やったっていう後の何かね、うん、そうですね、はい、感動すると人の勝利というのがこんなにも喜びを増すのかという感じですけれどもね、うん、そうですね、はい、お二人の勝利もまた皆様方に勇気を与えるかと思いますが、ではメモリアルで桐生のお話なんですが、吉田選手は桐生は今年の6月に周年記念走っておられますね、はい、はい、4回優勝して4回優勝なんですが、どうですかこのあたり。あ、桐生ですか、はい、あ、じゃあ優勝しないといけないですね。優勝すると優勝という、はいはい、一般戦ではありますけれども優勝した記憶はありますよね、はい、そんなにしてますかね、はい、はいはい、ここ最近でも3回ポンポンポンと優勝が出てきたので、はい、
はい、じゃあ優勝目指して、はいはい、ではあの水面のイメージとしては悪くない感じですか。はい、そうですね、はい、ナイターですけれども、このナイターの夏場の調整というのは何かあるんですか。昼間と毎年変わりますけどね、はい、まあ、あのキルよく走らせてもらうので一発で込みで、はいはい、大丈夫だと思います。大丈夫です。はい、はい、貝原選手は逆に桐生は14年の10月以来と久々になりますが、はいはい、別に気になさるタイプではないですね多分。そうですね、まあ、はい、あの走ってないなっていうぐらいです。はい、はいはい、まあ、そこに行ってもらったエンジンでどう合わせていくかといつもの通りということになりますね。はい、はい、あのファンの方が気にしだしたりそのヘアスタイルは何か意味がありますか。意味は全然ないです。ただ横カットしただけです。はい、はいはい、暑いから暑いからと、まあ、髪がボサボサだったんで、はい、そろそろくくれるかなと思ってくくってみて、はい、まあ、横はいらないなと、はい、カットしたらこうなった。こうなった、こういう仕上がりになった。くくってみて横がいらないと、はい、それを下ろしたらどんな感じになるのかもね。普通です、普通。普通ですか、はい、普通にも戻れるんですね。普通にも戻る。はい、でこのインパクトのあるヘアスタイルと普通の吉田選手の雰囲気で一流でも目立って水面で目立ってきていただきたいと思いますけれどもね、はい。じゃあちょっと桐生に向けてのメッセージを一言、最後に締めもありますが桐生に向けての意気込みをした選手。はい、小島代表として、力入れていきますので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、地元からの声援をお願いします。そして貝原選手お願いします。はい、自分もあの久しぶりの桐生なんですけど、あの、まあ、そうですね、あの岡山県民をこう盛り上げれるような走りをします。はい、応援よろしくお願いします。はい、というね、吉田選手、貝原選手の意気込みでした。はい、本当に力強い応援ありがとうございます。ファンの方もそこにね、あの立って声援を送ってくださるだけでも熱くて大変だと思いますけれどもね、このお二人に激励に駆けつけてくださったファンの方、これからじゃあ記念の撮影会の方を行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。じゃあお二人ポーズをとっていただきますかね。はい、どこか、あのじゃあ花束持った方がいい。マイクだけ置かれて、はい、じゃあちょっと、はい、じゃあ選手近いところまで行きます。どうぞ。では記念のね、パネルの前で撮影の方をお願いいたします。お盆レースを各地で全国の強豪が走って、そして桐生に集結するという形になります。岡山からは吉田拓郎選手と貝原優希選手がこの小島の天領杯を戦って、そして桐生のメモリアルの方に向かうということになります。いや本当にもうこの段階でかなりの暑さになりましたが、吉田選手は暑さ強い方ですか。弱いっす。弱いんですか。はい、昨日も汗びっしょりかきながらね、全県民の調整していましたが、はい、いやね、一通りね、ファンの方からお声もかけていただいて力になったかと思います。それではですね、今節そして桐生へ向けての力強い一言、最後の締めとなりますので、吉田選手からよろしくお願いします。今節も含めて、では桐生へ向けて、ちょっとじゃあそれやめました。桐生のメモリアルに絞って、はい、はい、はい、力いっぱい、走ってきますんで、ご声援よろしくお願いします。はい、吉田学郎選手でした。そして貝原選手、はい、僕も力いっぱい走って見せ場作ります。応援よろしくお願いします。はい、お二人がね、キリュウボートレースメモリアに出場いたします吉田選手、貝原選手の壮行会でございました。それではお二人をピットの方にお送りしたいと思います。皆様大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。